ドラの通りンドラはザンビア中部のカッパーベルト州の州と首都、シュトルサカ、北欧へに次いで3番目に人口が多い。2016年の人口は54万900人。同国の銅の産地であるカッパーベルト州の工業、商業、行政、流通の中核都市となっている。今後民主共和国との国境に近く 10km の距離に位置している。 標高約1270メートルの高地に位置する。ムドラの起源は古く、かつてはアラブ人による奴隷交易の中心地であった。現在の市街地は1904年に建設された。リビングストンから6ヶ月遅れで作られた町であり、植民地時代に建設された町としてはザンビアで2番目に古い。もともと役所や交易所のある町として始まったことが今日における 行政管理と流通の中心地としての基礎となっている。1907年、ローデシア鉄道の本線ガンドラマで開通した。これによって、南に向けての旅客輸送は、現在のジンバブエのブラワーヨまで達し、乗り換えることによって、現在の南アフリカ共和国のケープタウンまで行くことができるようになった。鉄道は今後民主共和国まで延長され、最終的には、 ベンゲイラ鉄道によって、大西洋岸にある、現在のアンゴラのロビトに通じることとなった。なお、このロビトへのルートは、かつて、ザンビアからの銅の輸出経路の一つであったが、現在では使用されていない。ンドラのターミナル駅は、この街を国の流通の中心地にする責務を担っていた。1924年に市政が施行された。1958年に、 新式の、ドラ同銅連錬所が完成した。ドラには、鉱山はないものの、市の中心部から南東2 0トル離れた、ブアナマカブイには、露天掘りの鉱山がある。また、カッパーベルト周辺域から、銅と貴金属が、その加工のために、ドラ同銅連錬所やドラら貴金属製連所に運ばれて、来ていた。銅の輸出は、ザンビアの貿易収入の70から80%を、占め、 ドラはザンビア経済にとって重要な街となった。ドラには全国に石油を供給していたインデニ石油生成所があるが、1999年に火災で深刻な打撃を受け、2001年に復旧された。また、ドラには全国史のザ・タイムズ・オブ・ザンビアがある。ドラ空港、ドラには人へから株へ、ルサカを経由して、 リビングストンに達するザンビア国鉄が通っており、旅客と貨物の輸送が行われている。また、カッパーベルト州の各都市とを結ぶ貨物線や、ドラから、コンゴ民主共和国のサカニ屋を通って、ルブンバ市シまでの貨物線もある。ドラから、コッパーベルト州、第二の都市北東へまでは片側に車線以上の道路が整備されており、ムフリラやルサカへの道路も舗装されている。 ドラ空港からは、ルサカへの国内線のほか、ヨハネスブルグやダルエスサラームへの国際線が、就航している。ドラには、ダルエスサラームからのパイプラインが届いており、インデニ石油生成所が終着点となっている。これらのインフラが、ドラを、カッパーベルト州あるいは、ザンビア北部における、流通の拠点たらしめている。老朽化が進むンドラ空港の後継として、中国系企業が、 カッパーベルト国際空港の建設を進めている。ありがとうございます。